ただいまよりシニアマックスクラス予選結果に対しまして決勝ポイントがつきます暫定表彰を行います。ではご登壇いただきましょう。見事優勝になりましたカーナンバー5番です。ピーターパントレンタクアトロヒーローズ遠藤翔吾選手おめでとうございます。続いて第2位カーナンバー6番です。 HRS ジャパン奥田桃選手おめでとうございます。第3位カーナンバー13番アッシュ富田蓮選手おめでとうございます。どうぞご登壇ください。それでは今回から登場のロータックスの新しいキャップ、グレーでかっこいいですね。タウンユースにめっちゃ良さそうなキャップです。お受け取りをいただきましてシャンパンファイトです。さあシャンパンファイト遠藤翔吾ファイトに備えてレインコート着てきたんですけど脱ぎましたのでどうなるんでしょうか。はい、じゃあまず金具外してくださいね。はい、よろしいでしょうか。大丈夫大丈夫。はい、それでは思いっきりやってください。シャンパンファイトどうぞ。ももちゃん開いてないんじゃない。金具が開いた。はい、はい、おめでとうございます。はい、みんな遠慮しておとなしいシャンパンですが富田蓮はちょっとビビって階段を降りました。はい、それでは青少トロフィーの授与でございます。はい、遠藤選手おめでとうございます。今シーズンは圧倒的な強さを誇りました遠藤、この遠藤に一矢報いてやろうといろんなドライバーがやってきましたが結局最後の最後まで表彰台高いところをゲットしましたね。続きまして賞金の授与です。遠藤選手には賞金5万円が贈られます。おめでとうございます。これ予選結果だから半額でいい。そんなことはない。はい、奥田選手には1万円、富田選手には1万円贈られます。続いてトリプル K アワードの授与です。それではお話を伺いましょう。見事優勝遠藤選手おめでとうございます。ありがとうございます。今回はソディに変えてのチャレンジでしたがいかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱりいつもと違って戦いにくいところだったり走りにくいところだったりっていうのもいろいろあったんですけど、それなりにレースウィークちゃんとまとめれたのでよかったかなと思います。世界大会に向けて手応えはつかめましたか。そうですね、やっぱり向こうのレースだともうすでにタイヤを、変わったタイヤに、して練習しているっていうのも聞いているので、やっぱりその点で、何やろ、置いていかれている面もあるんで、まあ、とりあえずシャーシだけでもこんだけ慣れれたんで、まあ、自信はちょっと持っていいかなと思ってます。遠藤選手にとっては3回目のグランドファイナルです。3回目のグランドファイナル、意気込みを聞かせてください。そうですね、最後に行ったのから4年が経ってるのかな、4年が経って、で、あの頃に自分がジュニア でシニアに出てた人も、まだシニアで戦ってたりするんで、まあ、そういう意味で、まあ、胸を借りるつもりで、楽しみですね。はい、気をつけて行ってきてください。ありがとうございます。遠藤翔吾選手でした、おめでとうございました。続いて奥田桃選手です。最後ぐらい倒したかったよね。そうですね、ちょっと決勝走れなかったのが残念です。もうタイトルから1000分の1秒差でしたもん。なんか練習からちょっとそういうのがあったんで最後勝ちたかったんですけど、はいはい、まあ、心の中ではクソこの野郎ボケと思ってるんですね。思ってます ね。じゃあ奥田選手もリベンジに向けて一言。来年も頑張ります。はい、奥田桃選手でした、おめでとうございました。そして第3位富田蓮選手です。今回滑り出しが良かったから期待してたんですけどね。そうですね、ドラゴに変えて初めてのレースだったんでめっちゃスーツコスミックですけど、まあ、慣れてない部分があったんでもうちょいいい動きできるのに自分でもったいないことしてるなと思ってたんで、まあ、次はもうちょいいける。当然来年に向けてのドラゴ購入ですよね。はい、来年頑張ります。富田蓮選手でした、おめでとうございました。それでは写真撮影を行いますので中央へお上がりください。はい、3人とも大丈夫ですか。トリプル K アワードが、はい、もう一度お持ちいただいて、遠藤選手は世界大会への抱負を、そして奥田選手と富田選手は来年に向けての抱負をそれぞれ語ってくれました。毎回大激戦のシニアマックス、
最終戦は遠藤、奥田、富田の表彰台でした。おめでとうございました。